ただいまから2018年度神奈川大学並びに神奈川大学大学院の入学式を行います。神奈川大学の歴史をひもとけば、諸田先生をはじめ網野義彦、宮田昇、大隈信行など数々の優れた研究者教員を輩出しております。こうした専学に共通して言えることは、本質を求め真理に対して質実剛健、積極進取、忠誠堅実に研究と教育を極めんとした点にあります。神奈川大学の教育と研究は自由にあるべき姿を建学の精神よろしく独立して考えることを旨としております。この点からも神奈川大学は日本の誇れる大学の一つであるとはっきりと申し上げられます。先生、私たち新入生一同は神奈川大学の学生としての誇りと自覚を持ち、良き伝統を受け継ぎ、これからの社会を担う上で必要な豊富な知識と人間性を身につけるべく、学業に真摯に取り組み、日々精進して実りある大学生活を送ることを誓います。2018年4月3日新入生代表経済学部経済学科徳永彩香。2017年度の学術、芸術、社会活動及び課外活動部門において顕著な活躍をした学生の表彰を行います。優秀団体賞課外活動部門スケート部スピード部門殿、2018年4月3日神奈川大学長金子翔、おめでとうございます。